見て私末端冷え性で手はすぐ暖かくなるんだけど足がもう冬の間ずっと冷たくて靴下用のカイロを買ったと思ったら靴用のカイロでしたのでガムテープでひっつけて末端冷え性のこの冬を乗り越えようと思ってあのこのこたつみたいにまるでこたつソックスも買いました。なんか黒色だったら2000円ぐらいしてこの赤色が人気なくて多分1700円ぐらいで安かったのでもう対策バッチリでもあんまり意味ない。もう今最近何もやる気出なくてなんか動画撮る気が起きなくて全然なんかまずその原因としては、まあ、私が事故ってしまって今はまだ解決してないので言えないんですけど今弁護士同士で話してるところで、ほんで終わってもう全部解決したってなったらみんなに話せたらいいなとは思うんですけど多分来年ぐらいになるかなっていうことでここ最近ずっとそのせいで落ち込んでたりとかなんか私が愚痴ばっかり喋ってる動画とか楽しく撮ってる動画とか自分がめっちゃ笑って楽しく動画撮っててもなんか私なんかがこんな笑ってていいのみたいな事故起こしたのにみたいなとか思っちゃうし運転も怖くなっちゃったから気分転換で一人で買い物しようにも運転怖いからそこまで遠くまでは行けないし本当にもう家の近くのコンビニぐらいしか行けないしもう出かけようにも出かけられないし出かける気も起きないしで最近もお父さんに怒られて泣きながらインスタライブをしたんですけど臭いな全部って思ってきちゃって今日はモチベを上げる動画です。なんとか動画を撮りました。もうカメラを持つこともめんどくさくてあの進撃のノアチャンネルにハマってるんだけどで姫香ちゃんにハマってしまって可愛すぎて姫香ちゃんも22歳で今私も22歳で同年代でこんだけ違うめっちゃもう年商何億とか何千億とか稼いでる方でキャバクラでなんか同じ年なのにこんなに頑張ってて寝る暇もなくキャバ嬢だけじゃなくてモデルの撮影とかすごいなって思いながらこんなにも違うのかっていう落ち込むんですけどでも面白くて見てるんですけど今モチベが私ない状態なので皆様からの今まで来たコメントで嬉しいコメントを読まさせていただいて今日は自分のモチベを上げる動画にしたいと思います自己満動画です。嬉しかったコメントをねスクショしてるんだよね。マジでこれ生理前だったら泣けると思う。多分生理前じゃなくても泣ける説もう読んでて泣きそう。もう読む前から泣きそうになる今。かねちゃんのすごいところは人って本当に辛い時周りにこんなことがあって辛い。待ってもう泣きそうやばい私思った情緒不安定すぎて泣きたくないこんなことで待って私本当に最近なんか涙腺が緩くなってきてだってお父さんからあの一昨日ぐらい怒られた時もイライラしてイライラ通り越して泣いちゃうんですけど私弱いのかななんですぐ涙出ちゃうんでしょう。人って本当に辛い時周りにこんなことがあって辛いとか詳しく話したくないし話せない状況なのにそれを動画に撮るっていうのがすごいと思う。それがクリエイターの能力が人より優れてるんだと思う。だからこれからも YouTuber としてどんどん上目指して頑張ってほしい。本当に嬉しいありがとう。確かに私も YouTube 撮るってなった時になんかみんなすっぴんとかあんまり見せなかったり今すっぴん見せてる人多いけど YouTuber でもあえてキラキラしてる部分だけなんか楽しいことだけ載せてる人が多いじゃん。だからまあかっこよく言うとかっこよく言うとその悲しい部分も辛い部分も全部見せたいっていうかだってキラキラの部分だけ見てたらさ私も YouTuber 見てた側だったからリスナー側だったからリスナーの気持ちもわかるのめっちゃ全部さらけ出して喋ってる人もいるけど結局辛いことはさ何も話さずにちょっと最近辛いことがあったんだけどっていうしか言わないじゃん。内容は言わないじゃん詳しくは。でももう私は直接は言えないんだけど知らない人にネットだったらマジで何でも喋れるんだよね。
とか自分が、あ、この時こうやって悩ん、こんなことで悩んでたんだっていうのを YouTube で後で振り返れるじゃん。あ、私この時期こんなに悩んでたんだっていう、なんか思い出として残しておきたいっていうのもあるし、楽しい部分だけじゃなくてやっぱ辛い時もあるし、インスタグラマーとかはさ、キラキラしてる部分しか見せないじゃん。でもインスタグラマーでも毎日辛くて泣いてる人とかもいるかもしれないし、だからもう全部私的にはなんかそこを別に見せたくないっていうか、なんだろう、分からん、なんかそうやってしてる人少ないなと思って、 YouTuber の中で全部さらけ出してる人って、だからもう全部話したいし、まあ、全部は話せないかもしれないけど、なるべく今悩んでることとか悲しかったこととか、もう怒ってることとかも全部話したいし、記録に残しておきたいっていうのがありますね。ありがとうございます、そこを見抜いてくれて。コメント欄みんな優しくて泣いちゃうね。あかねちゃんの人柄がこのみんなの優しさを引き寄せているんだと思うよ。あかねちゃんはそれだけ魅力的で愛らしい存在ってことよ。私はそんなあかねちゃんが羨ましいし大好きです。だからこれからもこのありのままでいてね。大丈夫だよ。もうみんな本当に優しすぎ。私こんなあかねちゃんの人柄がこのみんなの優しさを引き寄せているんだと思うよって言ってるけど、私本当に優しくないよ。マジでお父さんにいて短気だし、あ、優しい時は私優しいなって思うけど、本当にクソな時はクソだし、めっちゃ悪口言うし、アンチとかしてた時期もあるから、本当にアンチする人の側の気持ちもわかるし、なんでだろう、なんでみんなこんな優しいんだろうってびっくりしてます、いつも。もっとみんな笑ってくれていいよ、わらわら、何こいつみたいな感じで。でもありがとうございます。改めて人と違う生き方を選ぶ決断をするのはとても勇気が必要だったと思うし、たくさん悩むこともあると思います。でも諦めずに動画投稿や編み物販売を継続して着々と結果を出してるマリーちゃん、本当にすごいと思う。誰にでもできることじゃないです。私自身今進路というかこれからの生き方に悩んでて勝手に共感してしまいます。きっとこれからもたくさんの人がマリーちゃんのファンになります。応援してます。ありがとう。本当にやる気が出る、こういうコメントで見ると。なんか私のことを分析してくれてるっていうのが思うとすごい嬉しくなるんだよね、私。なんか例えば私のこと好きって言ってくれる人がいて、え、なになに、どんなとこが好きなのみたいな、どんなとこで好きって思ったのみたいな、すごい私聞きたいタイプなの。もうなんだろう、私あれなんかな、承認欲求が強いのかな。こうやって私のことをすごい分析してくれるコメントは本当に満足しちゃう。本当に元気出るんだよね。最近本当にあかねちゃんにハマりすぎて、朝家出る前もお風呂入ってる時も髪乾かしてる時もご飯食べてる時もずっと書く動画見てる。基本的に人の不幸は蜜の味人間だけど、あかねちゃんには早く登録者2000万人くらい突破して3億買い放題、3億買い放題してみたとかやってみたい、やってみてほしいと思うくらい純粋な気持ちで大好きです。でその返信にも同じく、なんかあかねちゃん見てると愛おしく感じるし幸せになってほしいと思う。他人に対してそう思ったの初めてです。本当に愛おしいですよね。私も純粋に人の幸福を願えたのは初めてなので、なんだか不思議な気持ちなのと、まだ純粋な心が残っていたことを教えてくれたあかねちゃんに感謝です。もうやばくない？私何もしてないのにこんなコメントが出てくるということに私も驚きです。まだ純粋な心が残っていたことを教えてくれたあかねちゃんに感謝です。私に感謝してくれてるの？もう本当に嬉しい。泣こうと思えばいくらでも泣けるけど、今我慢してるから泣かない。泣いたら動画にならないから。私もめっちゃ人の不幸は蜜の味人間だよ。もうなんか誰かが喧嘩してたら、え、面白そうと思って、女同士の喧嘩とか面白そうと思って、高校の時とかめっちゃ好きだったし、そのゴシップ話とか、人がこけたら , 笑っちゃうし、
友達が運動会の時練習してた時にこけたんだけど、雷が怖くて走ってたら、なんかそういうのも笑っちゃうような私ですけど、なんでそう思ってくれるんでしょうね。わからない。私が童顔だから、なんか赤ちゃんみたいな顔してるから、私なんか小さい頃から顔が変わらないんですよ、ずっとだからかな。何なんだろう、童顔。私そもそも愛らしいと思ってくれてありがとうございます。頑張ります。2000万人いけるように。 TikTok で K-POP アイドルの真似の動画を見て、私は精神的に思い詰めてしまってしんどくなってしまって、約1ヶ月前に大学を辞めました。これからどうしようか、どうやって生きていくか、いろいろ考えてる最中なのですが、あかねさんの動画をたくさん見てすごい元気が出たし、頑張ろうって思いました。私に生きる勇気をくれてありがとうございます。私が逆にみんなのコメントで勇気とか元気とかもらえるのに、私に生きる勇気をくれてありがとうございますって、私そんな生きる勇気を与えれるぐらいな存在なんだと思って、本当にすごい。私何もしてない、ただ自分のやりたいなんか K-POP の動画とか K-POP のなんか衣装とか着て踊ってるだけなのに、生きる勇気を与えてるんだって、なんで生きる勇気与えれるんだろうって、私本当にそうやって思ってもらえることが夢だったから YouTube やってて、なんか私も YouTube 見てて、フワちゃんとかに元気とかもらえるし、本当に生きる勇気もらえるし、だから私もそういう存在になりたいと思って始めたのもあるんですけど、そう、私の願いが叶って、本当にまだまだですけど、友達からも遊ぶ時に、え、もうあかね1万人いった、もうすぐ、なんかこの前何千人とかだったのにもう1万人ってすごいねみたいな感じで言われるんですけど、私的にはまだまだで、まだスタートラインにも立ててないっていう感じで、まあだからって10万人とか100万人行くにはどうしたらいいかとか私にもわからないんですけど、でも一人だし、なんか企画もできないし、ドッキリもできないし、大物 YouTuber さんとコラボできるように頑張りたいです。マディちゃんは本当に親近感があって、自分見てるみたいで面白いし和む、自分らしく生きてることが大事って思わせてくれるから好き。マミヤでヒヨゴン好きな子は絶対マディちゃんの動画も好きだと思う。もっと有名になるべき。 YouTube ずっと続けてほしい。 YouTube はずっと続けますね、死ぬまで多分その記録として残しておきたいんで、もっと有名になるべきって嬉しい。もう本当にこの言葉本当に嬉しい。なんかだって自分じゃさ有名になりたいと思ってもさ、この人有名になれるぞって視聴者から思ってもらえないとなんか分かんないじゃん。分かる意味自分が絶対有名になれるって一人で思ってても、視聴者はあこの人は有名になれないなって思ってるかもしれないし、面白くなって思われてるかもしれないから、視聴者からこうやって第三者の 目線で有名に なれるとか、もっと伸びるとか言われたら、伸びれるかな私って有名になれるかな私ってなる。ありがとう。YouTube とか TikTok でみんなが笑顔になるような動画出せるのはマリーちゃんの秀でているところだと思います。だからマリーちゃんが輝ける場所を見つけられると、うるせえんだよね最近このバイク、めっちゃ通るんだよね夜中にも。もう私音で覚えたもん、このバイク絶対いつも通ってる、絶対一緒のやつ、めっちゃうるせえ。明日からマディちゃんが輝ける場所を見つけられると、一視聴者として陰ながら応援してる。あかねちゃんの気持ちが見てて痛いほど分かってつらかったです。私も根本的に人が怖いっていうのがあって、そこからテンパってしまい、アルバイトの接客では余裕がなく迷惑ばかりかけていました。アルバイトの時も職場でも元気に挨拶したいのに、挨拶すら声つっかえてできなくて、みんなが当たり前にできる挨拶がなんでできないんだろうって大泣きにしたこともありました。現在もうまくできません。人の目を気にしすぎて嫌われたくなくて、でも仕事はできなくて、うまくコミュニケーションも取れなくて、でもプライドが高くて素直にならなくて、生きるのが辛いです。私ももはや病気であってくれって思います。全く考えが似てるあかねちゃんに少し救われました。あかねちゃんはキュートし、
面白いし、可愛いし、たくさんたくさん素敵なところがあります。 YouTube でお金稼いで、あかねちゃんが幸せに暮らしていけることを願います。なんかこのコメントさ、自分が辛いのにね、生きるの辛いって思ってるのに私の幸せを願ってくれるってすごくない？優しすぎない？みんな普通自分が一番じゃん。自分が幸せになりたいって思うのに、私が辛くて私の幸せを願ってくれるって、もっと私が優しいんじゃなくてみんなの心が素敵すぎるんだよ絶対。あ、こういうコメントも大好きなの。マディちゃんおもろいから絶対1年後は登録者10万人いってるとか、多分だけど大物になるよなっていう、こういうコメントも本当にこの人有名にならないだろうなって思ってる人には視聴者もコメントしないじゃないですか。この人面白いとか、この人有名になりそうとか、実際になれなくてもいいんですけど、このコメントを書いてくれるっていうのが、この私が有名になりそうって思ってくれてるっていうのが嬉しいですね、視聴者が。だから本当にこういうコメントも頑張ろうって思う。みんながそう思ってくれるんなら私頑張れるって思う。あと一番今までで嬉しかった、まあ、全部嬉しいんですけど、コメントがこれです。表情豊かで洋画の女の子みたい、日本のミミッチースケールじゃ収まりきれないレディーねこれめっちゃ好き確かに私も表情うるさいって思う自分で。洋画の女の子みたいって言われたのがすごい嬉しくて、私も別に海外進出したいとか、別にハリウッドスターになりたいというわけじゃないんですけど、え、じゃあ私海外進出いけるかなとか、そういう希望を持たせてくれるので、こういうコメントは本当にありがとうございます。紹介しました。まだまだ紹介したいコメントはいっぱいあるんですけど、え、めっちゃ自信持てた、ありがとう。本当に今すごいモチベーション上がったし、だってさっきまですごいおかしく言いながらYouTube 見てて、私もうこの先どうしようとか、なんかもう笑ってていいのかなみたいな、遊んでていいのそもそもっていう、こんな同年代の人が頑張ってんのに、姫香ちゃんとかって思いながら、もっと痩せて可愛くなって、もっとねモデルの撮影とかしてみたいし、おこがましいけどジェニーみたいにシャネルの広告塔みたいになりたいし、なれるもんなら。なのに何も行動に移せてないっていう、でもみんなのあのコメントを読んで元気を出した次第でございます。ありがとうございます、元気をくれて。まあ冬だからね、こう気持ち寒くて、もうあの血行も悪くなって、こう気がめいっちゃうんですけど、本当に夏はね元気が出るんで、冬は日照時間も短いし、元気出ました、ありがとうございます。これからも頑張ります。なんかリクエストあったら教えてください。ありがとうみんな、いつも